では最後の例文に行きますよ。アメリカに留学すると日本で学習するのと比べて英会話の上達は早いらしい。最初は留ですね。留学の留。ルとも読みます。訓読みは止まる。止めるですね。保留するなんて言いますね。持ち上げる、止める。力でなくて刀ですよ。田んぼの田を書きます。それからると読むのは留守。お留守番の留守ですね。それから留め金なんて言いますね。次は日ですよ。音読みは比べるです。これは持ち上げるですね。右から左へ跳ねるです。比率、それから対比という言葉ありますね。では、この例文の中のね、言葉を使って、辞書を引く練習をしましょう。さっきは部首で引きましたが、あと2つ音訓引きと、画数引きがありますね。まず音訓引きですが、音も訓もですからこの漢字でいきますと、龍でも、るでも、止まるでも、止めるでも載っています。漢字を見るときに音訓作品というのがあるから見てください。そして、今日はルで弾いてみましょうか。ルのところを見ますと、ここにページが載っていますね。そこを広げてみますよ。はい、ちゃんと「る」が載っていましたよ。じゃあもう一つ画数引き、今度は「日」を使いましょうか。これで「四画」と言いましたが、活字の中にはこんなふうにね、二画目が飛び出ていて五画に見えるようなところもあります。そんなことにならないようによく画数を調べてみてくださいね。画数のところはここを見るとわかります。四画のところ載っていますね。調べてみましょう。はい、日が出てきましたよ。こんなふうに画数でも調べられるし、音訓でも調べられる、部首でも調べられるということです。自分で何度もやって慣れてください。ここで勉強したことは満点プリントでもう一度勉強してください。